本日は収穫1ヶ月前、はい、安納芋と紅はるかさつまいも掘ってみたです、はい。まあ、もちろん普通にさつまいもも掘るんですが、はい、ちょっと、おまけというか、はい、こちら前回掘った芋の、はい、その下のカチカチで4掘り切らんかったやん、うん、そこから芋の芽が出てます。これも掘ってみます、はい、下がどうなってるのか、うん、っていうことでどうぞ。こんにちは。こんにちは。どうも、岩崎です。ママです。本日は、はい、さつまいも本年度2回目の試し掘り、はい、収穫1ヶ月前ですね。あ、1ヶ月前でもまだ、うん、10月の15日に幼稚園の芋掘りをここでします、はい、そこからスタート、うん、で10月の20日からは一般の方の芋掘りも募集します、はい。一番初めに告知入れるか。おその芋掘りの、ママが作ったチラシがこちらです、ね。まあ、こんな感じで芋掘りイベントをやろうかなと、はい、一応じゃらんとか遊びからも申し込めるように作っております、はい。まあ、じゃらん遊びまだやな。遊びを、うん、今申請中や、はい。まあ、それはさておき、でなので、はい、1ヶ月前のね、うん、試し掘りをしてみたいと思います。どうなんでしょう。まあ、掘る前にねごちゃごちゃ言うてもね、うん、飛ばされるんで、はい、まあでも言うかな。どっちやねん。5月のいつやったっけこれ。1日。1日です。5月の1日に植えた安納芋で、5月の20、とにかく下旬、下旬に植えた紅はるか、はい。ということは5、6、7、8、9、だからもう130日、うん、130日ぐらいからもう掘ってもいいぐらいですね。でこっちは、6、7、8、9、100日ちょっとぐらい、はい、120日いってないぐらい、はい。どれが紅はるかやん。これやんな。そう、一株だけ安納芋やで。安納芋こことあっち向こう行ったやんな。そう、安納芋、安納芋向こう植えて。ああ、そっか。キック木取ってここと、うん、これが安納芋ね、うん、この2株。こことこれで分からない。パパが何を取ってるか分からない、うん。 でこの3列目からはるかさんね。イエーイ、はいはい、こんなことしてる YouTuber おらんわな。まあ、そんな感じでね、この間前回掘った時はカチカチやったんですよ。カンカン。その後台風が来てワッとなって、うん、で、あんまりここはほんまになんか夕立ち降れへんねんな。微妙に外れるんやよね、うん。なのでちょっとここはカチカチモードですが、なんじゃ携帯ポンポコポンポコ置いて、うん、まあちょっと今 LINE 公式アカウントがポンポコポンポコまあまあそれはさておき、はい。何だっけ、早速掘りますか。掘りましょうか。どっち、安納芋、安納芋から行こうか、はい。安納芋はここにあんの、はい、うるさいな、はい。ですね、はい、で大変なことを今日は自然解しまして、大変なこと、はい、なんとあのシャベル、はい、でっかいスコップ、あれを車に積んでると思いきや、どこの芋跡形もなく、はい、あったのはこれしかなかった。これで掘ります。おいけるかね。どれ掘るかね。そうね、まあ、ゴロって言った、ちょっとゴロゴロ言ってはいるのよね。こっちまで来るか知らんけど。あ、でもなんかどう、あれ何これ、ここ芋残ってたんじゃない。前回掘ったよ。ほら掘った後からなんかいっぱい出てるで。ほんまや。あ、そうや、硬すぎて尻尾が残ってんのよ。掘り切れへんかったんよ。え、それから出る、それから出てるんじゃ。すごいね。うん、遅いっていうか早いっていうか、すごっ、ね。この芋掘ってみるかい。え、そのちっちゃいの。そう、これ前回掘った掘り残しやんか。そうやね。うん、であれ一個掘った。そんなんよりもさっきこっち掘れってことか。これは後で掘ろう。そうですな。この端の安納芋掘ってみます。はい、よいしょ。とりあえず距離取ってね、うん、よいしょ。あんまりツルでかくないな。そうだね、ちょっとちっちゃいね。うん、ここはでもあのなんか全体的にちっちゃかったよ。ちっちゃかった、うん。ここですな、はい。ほ、あ、前より全然柔らかい。まだいける。うん、前はカチカチやったやんか。ただまあ、硬いな、やっぱり。
安納芋は、はい、結構底の方に入ってて、芋がない芋がないって大騒ぎしたんよ前回。そうね。高かったのよね。そうそうそう。ところがね、この安納芋もね、はい、普通はさ、何あの掘って、あ、削って、早速芋削りました。これ。芋か？これ、うん、掘ってすぐ食ったのよね。うん、食べてみたよ。ほんならなんか熟成されてて。うん、結構うまかったよね。そうなのよ。で、あの安納芋ってべちゃべちゃ系の芋やのに、うん、ホクホクしてな。そう。甘かったよね。なんか何が起きたんやろって感じ。水気はなかったね。そうそう。うん、でも甘いのよ。そうそう。そっちが掘らなかったな。こっちも。そうよ。うん。じゃあこれしかないからさ。でもこの前より確かに。何？土柔らかいやろ、うん。うん。ちょっとは。もう次だって入れへんかったもんこの間。そうそうそう。カンカン言うて。そのほら、もう全然雨の降ってない時やったやん、うん、にしてもな、にしてもまあ硬そうではあるけどね、うん、やっぱりシャベル渡さんとこの普通の移植ごてで、うん、このスコップだけで芋掘りしてもらうと、うん、結構時間かかってお父さんとか頑張るんじゃない。ああ、なるほど、お客さんに対して、ね、そう、うん、芋掘りイベントね。ほら、やっぱり、うん、奥に突き刺さってるよ。あ、どうだ。あ、抜けた。あと、もう、あ、綺麗。ちょっと削ったけどな。うん。よっしゃ。はいはい。あ、こっちがまだやな。よいしょ。あ、綺麗な安納芋らしいオレンジ色。うん。安納なんちゃらっていろんな種類あるはずやで。あ、そうなんや。うん。そんな安納芋も安納みたいな。しょうもない言うな、うるさいな、お前。ママはね、あの、しょうもない言うけどね。パパもそのしょうもないっていうのを分かりつつわざと言ってるんやから、それなりに辛いもんがあるのだ。そう、笑い飛ばしたらいいな。あ、そう。俺らの取り柄は、うん、特に面白くないことも明るく楽しく笑い飛ばしてなんか元気になるよっていうのをね、うん、あの売りにしてるから、うん、だからあれやんか、あの普通のハウトゥーのな、ちゃんとした動画と違って、うん、ある意味あの楽しくやってるところを売りにしないと何年も続かない、うん、まあ、そんなに俺はネタを持っていない。はい、そらそうだ。どうだ、よいしょ、もうちょっとやる、ね、うん、でも結構突き刺さってんな。石がな、ここな、しっかり入れてんもんね。うん、うん、これこうやって石が入ってんのよ。石ね、このね、ここ田んぼやろ。はい、田んぼやけどね、ここ床割ってんのよ。ほう、床言うて、あのな、田んぼの下にな、硬い層があるわけよ、うん、水が漏れへんようにするために、はい、その床をな、前のあの地主さんがトラクターで割ってしもて、ほう、トラクター沈んだらしいの。怖っ。床割るとな、あの田んぼとしてはもう致命的やねんけど、畑としてはこうやって水はけめっちゃ用なんだよ。ここめっちゃ水はけやろ。そうやね、うん、ていうかもうちょっとやねんけど、バキッと折りたくなるからな。結構長いね。長いよ。そのバキッてなったら、うん、こっちみたいに芽が出てる。そうそう、こないだね。これすごいよな、これも掘りたいよな、ね、ほんま番外編やな。すごいねこれ、うん、行くで。はい、あ、抜けた。おお、いい感じ。あ、いいじゃんね。いや、2本目。あ、綺麗、大きい。おお、3本目。あ、これちょっと切れた。綺麗綺麗。あとまだこっちかね、うん、あ、真ん中にあるわ。あ、ほんまや。よいしょ、綺麗。あ、取れた。おうおう、ポキッと折れたけど、気がしたけど、最近ポンがついてるわ。でも綺麗。うん、あともう一本かな。ちょっとやっぱりあの芋少なめやよな。そうだね。うん、うん、こっちから取る。よしよしよし。おちょちょちょ。何したんや。こけました。何こけへんや。こけました。ちょっと待ってや。芋ずるがお前、ぐねーってなってるんで。あ、これ結構刺さってんな。ああ、ママがさ、焼き芋でさ、はい、うん、焼いた後マヨネーズつけて食うやん。美味しいよ。いや、あれ、あの、マヨネーズつけて食べるという方は、うん、いるのかな、コメントください。はい、そう。どうしよう、募集してます。もううちの家はマヨネーズに汚染されていってんだけど、マヨネーズと味噛み合ってないような気がするねな、分離してるような。どうなんだろう、あれ岐阜県民は食べるのかな、それで。あの田原ファームの兄ちゃんに聞いてみた、ね、ほんまによ。うちだけかな、実家だけかな。岐阜県民はあれかな、マヨネーズで。だって冷やし中華もマヨネーズで食べるからね。マヨネーズでかけてね。それは愛知県でもやるか。愛知県でも東海地方っていう国で、うん、あの
おでん買ったら味噌ついてくるやん。そうそうそう、うん、なんかあのコーヒー飲みに行ったらなんかわからんわからんピーナッツみたいなついてくるやん謎の名古屋そうだよ、うん、モーニングすごいっていう。でもモーニングすごい言うけど、そんなすごいモーニング俺食ったことないけどな、名古屋で。あ、そう、うん、店によるんじゃない。店によるんかな、うん、一日中モーニングっていう風に言ったけど。あ、そうだね。あ、もうバキっていきたいけどな。あ、いた、 あ、いたわ。あ、こんだけ削ってしもた。あ、ほんまや、ね、こんな綺麗な感じね、はい、で、このバキからからこれが出たんや。これが出たんやな。まあでもとりあえずそんなに大したことないな、あの芋はな。まあまあそうだね、はい、はい、次紅はるか行ってみようか。はい、はい、まあまあ、はい、紅はるかも前回掘ったとこから芽が出てる一緒一緒やな。苗ができましたかなんじゃ、これでもこれ掘ろうか。お、よいしょ。これは太いで。お、ほら。おお。ちょっともいいじゃない。でもまあこんなにちゃこんなもんか。そうか。あ、でも1ヶ月早いからね。1ヶ月2ヶ月。そうやな。うん。あともう1ヶ月寝かすって言ったらな。うん。うん。全然いい感じじゃない。これがまたカチカチやねん、もうマルチがな。そうそうな、うん、全部切れんねん。もうちょっとええか、とりあえず破るわ、うん、とりあえず今は、うん、これだけ。あ、ひび割れしてるよ、土が。おー、すごーい。もうモリモリやで、ね、夢がモリモリや。あ、そっち知ってる、夢がモリモリ言うて。誰にいた。え、森口博子だ。あ、そうなんや。 森脇健児と一緒に出てる。へえ、夢がモリモリ。お笑い系やな。お笑い、うん、でもなんかあの関西だけなんかな、夢がモリモリって。でも森口博子が出てるぐらいやから、うん、全国でやってたんかな。ね、知らんけど。じゃあ、動かすわ。ほんでこれ、シャベルがないっていうのがね、結構痛いよね。痛いよ。あ、これほんでね、はい、紅はるかってね、紅あずま系統やから、飛ぶのよね、芋が。そう。つるでこの辺にできてたりすんねん。うん。こういうのがな。まあ、危険は危険やねんな。うん、ここへ乗せたいけど、これまたね、この結構紅はるかはこの上の方に芋できてたりするやん、はい、あの綺麗なね、ものすごい綺麗な形のいい芋できるのに、できる場所は切相ないよな、こいつはね。なんじゃこれ、いいね、これ塊やで、もうほらほらほら、こんな感じで。おお、飛んでるね。これは確実にあるね。ある、あるんじゃない、この太さやったら。ほら、こういうのがね、あ、硬い、めっちゃ硬い。ちょっとママ手袋持ってきて。はい、あ、絵はあるわ。ちょっと待って。あ、これあかん、ビニール。はい、あ、軍手ね。軍手。ほらほら、ポケット入ってね。これ、お乳やで、しかも。よ。お乳やけどさ、この手の軍手さ、うん、あの、なんか小指が入れへんやつとかあるよな。短い？え、異常に短かったりさ、安物やからさ、うん、中国でアホみたいに釣ってるやつやろ。まあね、うん、機械でブーブーって縫うやつしてる。へえ、そうなんや。勝手にブーってできる。よいしょ、よいしょ、指入れへんねん。細すぎて、ほらな、前は。よいしょ、どうなった、どこから掘ってんねん、これな。なあ、出てきたね、だいぶ。ちょっとだいぶ、ちょっとだいぶ。ちょっとだいぶ。ちょっとだいぶ。ちょっとだいぶ出てきたよ。お、お。よいしょ。土が硬いからガッていかなきゃいけないか。うん。芋が傷つくよね。ねえ。止まった。これ何これ。あ、まだ続いてるわ、これ。あ、お、長いんか。長い長い。細長いんか。やっぱり芋が膨らまやられへんな、じゃあ。この重たい、重たいとか土が硬いから。はい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 。うん、柔らかいところはね、スッと入るんやけど、うん、やっぱこれ雨がないからカチカチなんやね、ね、粘土質やからな、ここらな、うん、どこまで行くねん、お前。細長いな。えらいな。これもうここ隣やろ、うん、お隣さんが出てくる、下手したら、うん、お隣さん、うん、長いな。何やねんこれ、ここで一回終わろうとして、また、そうそうそう、で、また復活した。その頃多分、ここで雨降ったんじゃない。あ、そうかな。まあ、まだ1ヶ月あるからな。そうそうそう、まだまだ芋は大きくなるからな、うん、まだ成長中でしょ。そりゃそうよ、成長中、成長中で
途中で掘られてんねこいつら。そうかわいそう。もっと大きなれるのに。美味しくいただきますよ。うん。マヨネーズつけて。マヨネーズつけてな。大問題だお前。そう？マヨネーズってええー、って思うで。だって味が分離してるんやもん。そうか。あのご飯にマヨネーズとかはな、うん、なんかあかん飯やけどうまいやんか。うん。それと一緒やん。いやいや、そさつまいも甘いやんか。まあね。スイカにマヨネーズかけてるようなもんやね。あ、こんな隣の芋削ったで、ほら。隣におったん？おるよ、見てほら。ここここ、あ、ほんまや。あ、こっからまた芽出てくんで。よいしょ。今度下に降りてん。うん。いや、まだ行ってるで、これ。どんな。芽出るしな。そうやね。まだ出るでな。っていうか全然出るでな。ね。35度6度やから。出るで、うん、そうだね。頭湧いてるね、ほんま。いつまでその気温続ける気やよ。ほんまに。ほっ。どうだ。今度行こう。あ、なんかあ。なんかブチって言ったよ。ブチって言ったで。こっちにも芋あるよ。あ、もう芋絡まってるよこれ。あ、こんだけだけ。あ、いいんじゃない、いいじゃん。ほら隣の芋。わからん。これ1個傷つけてるわ。うん、この下にもほら。うん、あ、わからんか。うん、ほらほらほら、なんじゃ長っ。よいしょ、一度で二度おいしい。こっち見よう。まだこっちにも、そっちにもあるからね。うん、ちゅうかもう細いね。あのなんかガツッと太い芋じゃないな。そうだね、まあ、こういう細い芋は細い芋で、あのレンチンできるから、うん、ちょうどいい大きさだよね、うん、パン焼き器とかでな。そう焼けるからいいんやけどさ。もうどうだ、まだ先ありそうやけど行くわ。もうこれこっちがじゃない、あれハサミどこ行った。ここほら、おお、あ、綺麗。うん、うん、綺麗やけどもっとこうなんちゅうの、いや芋って感じのやつじゃないな、うん、なんか細長くてさ、うん、ふにゃっちいやな。芋の量も少ないしさ。そうやな。まあこれも水の加減ですな。ほんまや、でもほんま雨降れへんからな、うん、こないだ土砂降り降ったやん。はい、ものすごい降ったやん。うん、ここ降ってない。ここ降ってないね、あんまり。ほんまにもういい加減にせよ。自分ももうええ。これでもまだあるで。うん、真ん中にほら、うん、ほらほらこの辺もほら、ほんまやな。どれもが細いのよみんな。うん、あ、これ、あ、そうやね、ちっちゃいな。うん、まあでももうとりあえずこれあとこんだけだけやな。はい、飛んでるやつはもう見なかったことでしょう。はい、ね、おまけがあるやん、前回の掘り残しの芋どうするみたいな。もうこれもこれでは、よいしょよいしょ、これね。で、あと、あ、ここ2本あるな。あらあら、これもこれ頭この見にくいから取るわね。見にくいな、うん、ほら、あ、ほんまや。これほら、この散ってるのがな、多分芋あんねんね。ブチってなってる、うん、これ特にな。で、普通やったらボボボボってついて出てきたりするんやけど、うん、カチカチやから全くついて出てきへんねん。あ、これまあまあでかいな。ね、それちょっと芋っぽいよね。うん、芋っぽいって、これみんな芋じゃ。これシャベル持ってきてたらもっと楽に掘れてたんじゃん。まあね。あ、もうこれ、はい、ブチってた。よっしゃ、よっしゃ、おお、以上。あ、でもいいね。どう？綺麗。うん、でももう紅はるかってもう これのもっと大きいのが、ね、普通に5、6個ボボボボってついてるってか、はい、イメージやん。そうやな。なあ、まあ、じゃあおまけタイム移ります。あ、こっち？前回の芋、はい、ね、あまりにも土が硬すぎて、はい、下まで行かなかった芋のその折れた先から芽が出てると、はい、それを掘ってみます。お、出てきた、出てきた。ほらほら、はい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 、はい、前回だからここでボキッと折れてんのよ。折れてそっからこれが、うん、芽が出て、うん、熱すぎるからガンガン大きなって、はい、でここはほらマルチ破ってるからさ、うん、雨水露骨に入る。そうやね、確かに。ちょうどいい感じになったんですね、うん、これあのちょっともう芽が取れたらごめんね。はい、これ奥底まで行っとんねや。だいぶ下までな、突き刺さって、うん、でも多分芋の成長はな、あ、もうこんな感じ、
あーはい、ああ、うん、もう俺と思った。またこの下から生えてくるわ。うまいな。うん、ほらもう芋バキ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 って削ってさすが、うん、芋の成長はな、もう多分止まってると思うわ。あ、うん、あだいぶ大きかったよね、下。そうや、ほら、こんな感じ。ほら、おお、すげえすげえすげえ。あんのも向こう、ほら、はい、どうぞ。雨降る前に雨降る前に、あんのも、あんのも、急げ急げ急げ、もう逆光を気にするから、お前めんどくさいやんか。なんで？え、この掘る方がさ見えへんやろ、あんまり。逆光仮面のおじさんがやれ。何それ？え、逆光仮面知らん？知らん。逆光仮面や。あパパも生では知らんで、逆光仮面な。あ、そう、うん、これ何やこれ。え、これ何これ。え、これ何これ。ほらこの軸から出てんだよ、軸から。本当？うん、ほらほらほら、こんな先まで行ってももうええわ、もうこんなん。ほら、あらあら、軸だけやで、軸だけで芽が出てしまって、うんうん、いやー、これすごいな。この先にもあんのかな。もうめんどくさいからええわ。でもなんかありそうやね。これ硬いし。まあそりゃそうだ、こっちの方が硬そうやね。うん、あ、芋あるある、ある、うん、あるけど、ほんまにちょっとの、うん、細い先っぽの部分、うん、あ、これか。ほら、こんなんから生えてくんねんな。おお、すごい。まあ、あともみんな一緒やろ。うん、一緒一緒一緒。もうめんどくさいからもうやめよう。いい、これまたこの中先にもできるかどうか。すごいな、でもこんな感じ。はあ、疲れた。はい。もうスコップだけでやるから、シャベル持ってけんからね。はい。軸はでも結構ガッチリなってるからさ、うん、芋できてそうな気がするんだけどな。あと1ヶ月。まあもう1ヶ月で芋は太るやろ。はい。うん、雨降ってくれたら。え、もうちょっと雨降ってくれたら。ほんまやで。おまけはこれやよ。おまけは、はい、前回掘り残しから芽が出てるんで、ね、掘ってみたらこんなとこからね、芋が残ってると芽が出てくると、はい、これもあの猛暑というか異常な高温の影響やなというのが一つと、はい、うん、あとは裏テーマとしてはさつまいもマヨネーズで食べる食べない、うん、そうだね、はい、そこですね、はい、あとはマヨネーズ以外にも私はからしだよとかね。あ、うん、焼き芋で、うん、そうそう、焼き芋、うん、まあ、焼き芋以外でもいいよ別に、うん、あの生でかじるときに私はあのポン酢をつけて食べます。そんな人はおらんな。まあそんな感じで、はい、あっち今持ってくるわ。持ってきて持ってきて。収穫1ヶ月前のさつまいも、はい、ね、まあ芋自体はそんな大して、はい、それはもうここがあんまりもう一つなのか、まあまあまあ、雨が降らなくて、うん、気候がちょっとね暑すぎたのからこうなのかは知りませんけど、はい、まあ1株2キュッパぐらいやな、うん、売り上げでな。あ、そうだね、300円か。そんなもんやな、うん、芋掘りのさ、もうええか、うん、まあそんな感じです。本格的に掘るのは1ヶ月後です、はい、とりあえず1ヶ月前の結果はこんな感じでした。はい、良い、はい、はい、おしまいです。それでは皆さん、さようなら。